英語はは大事なこことは最初に言います、hey、guys, from English Boot camp. 皆さんん今日は英語って大事なことは最初の方に言うんだけれどもでも実は聞こえてくるのは後ろの方っていうね これがねなかなか英語を理解する上で私たち日本人にとってちょっと大変なところなんですね。で具体的にその話をする前に私のプロフィールこんな感じになっております。英語業界長いです。え本をね英語発音本2冊出しております。後ろにありますね。で私の本ですけれどもまあ詳細は下の概要欄に載せてますので興味ある方はチェックしてみてください。 それからこの本以外にもオンラインコースですね。えー、ものものいろいろね、出しております。そこら辺のね、情報も下の概要欄にまとめて全部ありますので、えー、チェックしていただければと思います。でですね、重要なあ情報っていうのが、こう、最初の方にあって、でも、後ろの方が結構印象に残りやすいっていう英語の特性についてなんですけれども、まあ、重要な情報っていうのは、何がどうするとか、 誰がどうするっていう、いわゆる SV ですよね。主語、動詞ですよね。で、この主語と動詞っていうのが文章の中で一番重要な部分なので、これを聞き逃すと何のことかわかんなくなっちゃうんですね。で、でも、英語ってその主語と動詞って一番最初に来るんですよ。特に主語。主語は一番最初ですよね。で、この主語が、例えばわかりやすく固有名詞とか、 人の名前とかだと、まあ、聞き取れるんですけれども、それが例えば、代名詞であることが多いんですよね、英語ってね。で、代名詞だと、he とか she とか、it とかっていうものが来ると、本当にね、すごく早いというか、一瞬なので、聞き逃しやすいんですよ。で、あと、疑問詞ね、えー。wh で始まる疑問詞ですね。what とか、when とか、who とか、where とかね。 こういうのも一番最初に来るんですけれども、これもまたね、すごく音が脱落するっていうかね、what とか when とか言わないので、w h w h a t みたいに聞こえてくるので、その最初のその疑問詞を聞き逃すと、その質問自体が何を聞かれているのかっていうのがわかんなくなっちゃうんですよね。で、最初の方にこの情報が重要な一番結論的な部分が最初にあって、で、 なにレオくん。レオくんが呼んでる。で、最後の方に英語ってズダダダダダダって行く感じなんですよ。リズムとしては。ダダ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 って行くんですね。で、日本語ってダン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 っていうふうに均等なリズムなので、その、私たちって均等なリズムしか聞いて育ってないので、そういうこう、ズダダダっていうリズムに慣れてないんですよ。でも英語ってズダダダ て最後のところの「ダー」のところがすごく強調して聞こえてくるのでその最後の方の情報っていうのは私たち割とこうでも最後だけ聞こえても英語って最後の方に来るのっていわゆる付け足しというかその補足的な情報なんですよ。で重要な情報っていうのはさっき言ったように頭にあるので誰がどうするとか何がどうこうしてっていう部分は全部頭にあって。 でそれに補足する情報が最後の方に来るので補足情報だけを聞き取れても実際一番大事な部分っていうのが聞き取れないともう連想ゲームになっちゃうんですねえ、なんだろうみたいな最後の清っていう 言葉だけ聞き取れた、みたいなね。キヨシがどうしたんだろうみたいなね。<laughs> うん、うんみたいな。キヨシの話をしてんのかなみたいな。で、そこから連想ゲームになっていくと、今度はもう次の話題に話が変わってても、もう脳がそっちに追いつかないっていう。なので、あの大事なのは頭を聞き取るってことなんですね。で、こう文章が短いとそんなに大変じゃないです。例えば、What happened? ですね。これ2号ですね。聞き取れました ?What happened? What happened? どうしたの何があったのっていう、えー、What happened ですね。でも What happened とは言わないんですよ。日本人の脳の中にはこの2つの単語のこの文章を見た瞬間に「What Happened」っていうふうに読んだ人多いと思うんですよもしも黙読または音読の時に「What Happened」って読んでたら絶対やめてくださいね で、その音読のね、恐ろしいところは、間違って読んじゃうと、間違ったリズムとか発音がね、脳に刻み込まれちゃうんですよ。で、what happened? って思ってると、what happened? って言われた時絶対聞き取れないです。なぜかっていうと、ダーン、ダーンではなくて、ダーンなんですよ。what のところにはストレスが乗らない。ぐらいなんです。what っていうふうに発音しないで、w w w っていうふうにかなりリダクションされます。 で、この、w っていうのは、いわゆる手話ですね。曖昧ボインです。うって音です。ううううです。で、happened。これがメインなので、起きる、起こるっていうね、動詞ね。ここにストレスが乗っ,っていくんですよ。what happened? what happened? みたいになります。what happened? ではなくて、what happened? what happened? ですね。でも、まあ、 二単語だと、まあ、happened を聞き取れれば、まあ、どうしたのって聞いてんのかなっていうのは、なんとなく多分想像できるんですよね。で、これが例えばもうちょっと長い文章になったらどうなるか。I know what happened. どうですか今の聞き取れましたか ?I know what happened. 何があったか知ってますってことですよね。I know がつきました。でも、I know what happened っていうふうに言うとちょっとくどいんですよね。 そんな何度も何度も言われなくったって知ってるよとかって言いたいときは I know って言いますけどそうじゃない限りは I know I know Don't っていきます Happened のところに向かって I know what happened う、uh, んって感じですね後ろの happened に向かっていくんですよさっきの what happened と同じく I know what happened ダダダダダ,ダンっていきますでそうするとなんか happened って聞こえたなみたいになるんですね えっ、ー、でも最初の方なんだろうみたいなまた連想ゲームになっていきます、ね、なので最初の I know の部分 I know what っていうのが聞き取れないと happened だけ聞き取れても4ワードぐらいになってくるとちょっと苦しくなってきますね同じく次行ってみましょうか Do you know what happened? 聞き取れましたか ?Do you know がつきました Do you know what happened? これも Do you know? とは言わないんですね。Do you know? って聞くときは分かってるの知ってるみたいなすごい強調したときになります。普通は知ってますとか知ってるって聞きたいときは Do you know?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  っていうふにすごく早いんですよ。Do you know what happened? Do you know what happened? ですね。で、こうなってくると今5ワードですよね。5ワードぐらいになってくるとまたさらに苦しくなりますよね。でもうちょっと長いとどうなるか。 I know nothing about what happened.I know nothing about what happened.Nothing と happened のところにストレスが乗ってるんですよね。で、この二つにドン、ドンとストレス乗ってるんですけれども、でも実際は主語動詞は I know です。一番頭のところにあるんです。I know.I know.I know nothing っていうことだから何も知らないっていことです。何があったのか私何も知らないんです。この何も知らないんですっていうことを 理解できないと、その人の意図がね、汲み取れないじゃないですか。なので、最初の部分を聞き取るっていうのはとっても大事なんですよ。Nothing t happen と聞き取れたなぁ、みたいな。でも、なんだろう何にも起きなかった、うん、違うなぁ、みたいな。また連想ゲームになってしまうので、最初の I know の部分を聞き取らないといけない。I know nothing about what happened. うーんって感じですね。後ろにズダダダっていく感じなんですね。じゃあ、これがもっと長い文章になるとどうなるか。 いきますよ。何があったか、もし知ってたら言ってるよっていう感じですよね。いや、知らないんだよね。もし知ってたら言ったのにっていう感じの、これ、仮定法ですよね。 実際は何があったか知らなかったから別にあなたに何も言わなかったんであって知ってたら言ってたよっていうね。I would have told you. I would have told you. I would have told you. I would have, I would I would ここはもうぐしょっとなります。I would have told you. I would have told you. で、if I knew 知ってたらですよね。anything about what happened. 何があったかですね。で、最後の多分、what happened? What happened. っていう最後の happened とかはね多分聞こえてくるんですよ anything とか happened とかっていうのは聞き取れるんだけれども最初の I would v e told you ここのところを聞き取らないとその人が言ってる言わんとしてることが理解できないんですねなので英語って長い文章でも重要なのは頭なんです文頭なんです文頭を 聞き取らないと、最後の方が聞き取れても、連想ゲームになっていくんですよ。で、日本人がリスニングでね、結構、こう、苦労するのって、この連想ゲームなんですね。聞き取れたところから、一生懸命意味を、こう、パッチワークのように継ぎはぎしていて、こうかな、こうかなって考える。で、考えた時点でもう、こう、を使ってないので、ね、 音っていうのは右脳で聞かなきゃいけないんですけれども、この右脳左脳の話っていうのは、以前別の動画でもしてるので、よかったら見てくださいね。で、この右脳で聞かなきゃいけないのに、考え始めると左脳を使うので、音聞かなくなっちゃいます。ただでさえ聞けないのに、聞かなくなるともっと聞けなくなるってね。で、これでこの悪循環が始まるんですね。なので、この文頭を聞くことです。文頭を聞けるようになるためには、このブシュブシュッ っていうね、音のリダクションですね音の脱落とか省略っていったものに慣れる必要がありますでネイティブの人っていうのはやっぱり「I would have told you」みたいなねそんな話し方する人はいないので普通に話した時に大体グシュ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 っていう風に音がこう何て言うんですかねグシャってなるんですよね。でこのリダクションンになれるっていうことがリスニングを こねここをやらないと、いくらね、語彙とかを増やしても、結局聞き取れるようにはならないので、必ずね、こういうあの音のね、どういう時に音が脱落するのかとか、この組み合わせの時こうなるとかっていったようなルールをこう覚えていって、自分も同じように言えるようになれるように練習するっていうのをやってみてくださいね。以上、今日は 英語は文章に重要な情報が来ますよ。頭が聞き取れないと、あの文全体の意図がね、く、えー、み取れませんよっていうお話でした、えー。今日のこの動画が役に立ったという方はぜひ高評価ボタンの方よろしくお願いします。それからね、いろいろね、感想とかを下のコメント欄に書いていただけると励みになるので、えー、非常に嬉しいです。あと、まだチャンネル登録してないという方もぜひ登録していただけると嬉しいです。ではではまたお会いしましょう。See ya!